皆さん、こんにちは。レック専任講師、横溝です。今回は、面倒見がすごい横溝プレミアム合格塾十二期生についてのご案内。そんな感じのガイダンスになります。だいたい三十分間ぐらいお話ししていきますので、ぜひ最後までね、お付き合いいただければと思います。さて、えー、今回ですね、まあ、面倒見がすごい横溝プレミアム合格塾十二期生と。 いうことなんですけれどもまあ12年前からずっとやっております、えー、一番最初が2013年度向けのね、行政書士試験の対策講座ということで、まあ、スタートしました受験経験者向けのこれはカリキュラムですですから、まあ、初めて受ける方はですねもちろんパーフェクトコースという合格講座が入った 初めて受ける方でもきちんと対応できるコースがありますのでそちらの方を受けていただきたい横溝プレミアム合格塾12期生は1回ないし何回か行政書士試験受けたことがある人ですねそういう人に向けたカリキュラムということになっております。で全体のののカリキュラムががどどうううなってていいるるかかそしてどういう特色があるのか まあね、12年目ですので過去11年間いろんな形でやってきています、まあ、試行錯誤をしながらですね現在の形に落ち着くまでにやっぱり何年か時間が必要だったということではあるんです。でどんな感じのカリキュラムなのか、はいえー、こちらですね、まあ、通信制とそれから通学です。通学は あ、渋谷駅前本校のみということになります。え、そして12期生ということでコースは2つです。まあ、こちらの方に上がっておりますが、1つのコースがプレミアム合格塾プラスと言われるものです。 もう一つが、まあ、シンプルにプレミアム合格塾、まあ、正式名称は、ね、多分字が長いからそこを横溝を省略してますが横溝プレミアム合格塾とプラスとそれから横溝プレミアム合格塾という形で、まあ、2コースあるということになりますね、まあ、プレミアム合格塾プラスの方はもうこれは超充実のカリキュラムと。 いうことになっておりますのでやはりこのコースをしっかり受けていただいて、えー、合格勝ち取るそういったことが可能なカリキュラムだというふうに考えていただくといいです何が違うのかなっていうところなんですがまあ、なんとなくわかるかもしれませんけれどこちらの先取り合格講座と言われるものですねまあ、こちら中見ていただくと 憲法基礎法学とそれから行政法ですかあこちらの内容を合格講座の方だから初めて受ける方と同じ講義なんですが、まあ、あの受講することが可能だということです、まあ、通信クラスのみということになりますそれからズームライブ配信で憲法はねズームライブ配信講義を受けることができますのでご自宅で。 まあ日曜日のクラスのということになりますが憲法基礎法学のクラスの授業ですね受けていくことができるんだというような内容ですまあ先取りって言ってますので行政法は2023年度向けの講座を先にお渡しするというような形にはなりますまあこのあたりはそこまで大きく変わるものではないというのもありますしそれからやはり合格講座のね収録を待っていると 全然先取りではなくなってしまうので、早めに受けられるようにって言うので、ま2023年度向けを行政法はお渡しするという形にはなりますね。あの先取り合格講座が入っているのはやはり。多くの受験生の方、これまでのね。受験生の方からの要望というものが大きいです。まあ、なんだかんだ言いながら <laughs>。受験経験者の方ですね。 一番何だと思いますうんこれね問題演習っていうふうに今思った方問題演習はその一つの手段でしかないんですよだから問題演習をやることが受験経験者がリベンジするために必要なその大事な要素ではないです。そうあのね 知識力をアップするそこなんですよなんだかんだ言いながら特に憲法と行政法に関してはこれはその知識力がですね足りてないっていうところがやはり点数があやや思ったほど伸びなかったっていうところの大きな原因になるもうこれはもう疑いようがない事実だったりはします。だから受験経験者だからこそインプットをしっかりやるっていうね。 インプットをしっかりやってそこからアウトプットにつなげていくってことをもう一度やり直す土台から作り直すってていうのはとても重要なんですねなので「横溝プレミアム合格塾プラス」の方はまあその分33回分ボリュームが多くはなりますけれどもう合格講座の授業を受けてもらって憲法とそれから行政法に関して忘れてるところはないかな何か 自分で分かってなかったところはないかなっていうのをしっかり確認していただくこれがプラスのクラスの方の大きな特色だと思ってくださいここから先はプラスもプラスついてない場合も全部共通ですえ必ずプレミアム合格塾知識力強化講座こちら民法ですねやっぱり民法苦手って方多いのでこの民法の講座を こちらインプット講座なんですが全15回1回3時間という形の講義をお届けしますまあ、民法はやっぱり受験経験者とそうじゃない人で事業の仕方だいぶ変わります例えば民法の総則一つとってもですね初めて受ける方だと総則の中の内容によってはこれ先でやるから今はちょっと説明できないんだっていうような 先送り案件が結構発生するんですね。まあ、当たり前の話で物件と債券に共通する話を。相続って形で前に持ってきてますから、だから。 物件や債券の話分かってないとわからない話って結構出てくるわけですよそうするとあの初めて、えー、勉強する方からすれば完全に先送り案件っていうそういう話になってしまうものがたくさんあるということにはなるんですだけど受験経験者の方はそれがないだから時効なら時効のところで差外行為の受益者がさあ 消滅事項非保全債権に対する消滅事項援用できますかみたいな話もそのまま説明できるっていうそういうメリットがあります。やっぱり説明の仕方が初学者と受験経験者では大きく違ってくるっていうのはやっぱ民法が一番大きいのかな。だから民法はあえて合格講座にしないでこれは受験経験者向けに知識力強化講座という形でお話をしていっています。 まあ3時間で15回ですので非常にボリュームはありますねボリュームはありますが、まあ、このインプットをしっかりやっていただくということは何といっても大事な知識を身につける、ね、これが合格への第一歩と考えていただけるといいです。まあ、特に本試験終わってすぐもうリベンジのために動き出そうと。 いう方も多いと思うのでもう11月中からこの知識を強化講座は配信されますのでどん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 年内にもう見ていくことができる年内見ていくこともできるんだっていうような仕組みになっております。 そして、まあ、ここまでがインプットねブルーのところがまあインプットということで特に主要科目である憲法、民法、民法行政法についてのインプットをしっかりできる、まあ、プラスだと完全にねえそしてプラスでなければあ民法だけねそのインプットをしっかりやっていくということが可能になりますその上でいよいよこちらグリーンですかねのところに書いてあるのが回答力強化講座と。 言われるものですで、こちら実は毎週土曜日2月の下旬からスタートするということになるんですけれどもまあ、1回3時間で問題を解きながらその場で問題解いていただきながらそこに対する解説プラスアルファいろいろお話をしていくというような講義になりますだからインプットとアウトプットを同時に体験できるのがこのプレミアム合格塾回答力強化講座ですちなみに 憲法は75台でこれ基礎法学も入ります憲法と言ってますが基礎法学も入ってますそれから民法と行政法は150問ずつ <laughs> それぞれ問題を提供します多資格試験の問題などもたくさん入れての提供になりますでそれをあらかじめ解いてもらったものを授業中に解説しつつ プラスアルファの知識もそこで加えていくってことをしっかりやっていく、まあ、特に行政法とかはねプラスじゃない方もいらっしゃるってことを前提にインプット要素もかなり強くこの講義の中では触れていくということになると思っていてください。 まあ、ズームライブ講義配信が、ね、できるとなってますけれど、まあ、毎週土曜日の講義全国にズームで配信されますですから沖縄に住んでようが北海道に住んでようが渋谷駅前本校で教室で受けている人と同じ講義をリアルタイムで受けることができるこれはやはり通信通学のハイブリッドっていうのを目指しているこの横溝プレミアム合格塾の大きな特色の一つだったりはします。強制力がないとね やっぱりなんだかんだ言いながらうーん通信で自分で予定を組みながら勉強していくというのはなかなか大変ですですからこういったズームライブ講義なんかも上手に使っていくと自宅にいながら教室に通っているような感覚で勉強ができるこれは通学できる人でも場合によっては今日はちょっと体調があんまり良くないから、まあ、家で見ようかなとかでそんなこともできます。 まあ場合によってはそのいろいろなインフルエンザが流行しているとか、まあ新型コロナウイルスだって別になくなったわけではない。定期的に流行が大きな山やってくるわけですよ。だそういう状況の時にわざわざ土曜日にね渋谷まで出てきたくないなって思う方もいらっしゃるでしょう。だったらご自宅でどうぞっていうことになるっていうのはまあいろんな形でその方の状況に合わせて。 自宅でも通学しても勉強できるこれはまあ通学クラスの方はねそういった使い分けができますし通信の方はその時間帯はパソコンの前であたかも教室でいるかのような授業が受けられるこれはいいよね強制力があっていいよねっていうそういう話なんですね。実はこのズームライブ講義非常に好評なのでこの回答力強化講座というですね、まあ、プレミアム合格塾の中でも核になる講座 プラスもう一つ核になるのが過去問徹底解析講座ですまあこちら特に行政法の10回というのは本当に重要でうん行政法もそうだし憲法民法もそうなんですけれど過去問はこれは解くものではないということをいつも言います読み物ですどんな内容のものが本試験で出ていたのかを知るための素材ですですからインプット要素が大きいんです まあ問題を見るからアウトプットって側面もあるけれどねそれから過去問というと卓一の問題を想定する人が多いんですがもちろん卓一の問題も過去問だけれど多詞選択やそれから記述の問題も大事ですそれらも全部触れていきますどんなものが出ているのか似たような問題どんな年度にどういう形で出ているのかウォーク問過去問題集を使いながら全体を確認します そういったことができるそんな講座なんです。これもズームライブ配信があります。ずっと土曜日にやっていくんですよ。だから土曜日の午前と午後でやっていくので、これらはずっとズームライブ配信があるということになってます。もちろんズームライブ配信でなくてもね、うん、配信されたもの通信用に配信されたものを見ていくとか、あそういったことも可能ですけれど、まあズームライブ配信があるとその配信日より通信の配信日より前に。 ズームで見ることができるっていうメリットがあるんだと思っていただくと良いですね。そして。十一規制までは、この二つだけがズームライブ配信だったんですが。今回ね。一般知識がちょっと形を変えますよね。ご存知の通り、一般知識には形を変えるわけですよ。行政書士法だ。戸籍法だ、住民基本台帳法だっていうようなものが。 そんなに大量にってわけではないけれど試験の中に入ってくるんですよだからはい一般知識処方例特訓講座演習編というものこちらズームライブ配信が実現しておりますずっと土曜日にやっていくんですけれどこの土曜日にあるこの講座もズームライブ配信が実現しておりますちなみに処方会社法と一般知識は あらかじめインプット講義は、これは通信のみで、ウェブのみでの配信という形で、まあ通学クラスの方もね、ご自宅で見ていただくっていうような形になりますが、演習編だけは教室で行います。まあ、商法会社法特訓講座の演習編はこちらは、あ通信配信用に事前に取ったものと、それから、うん、教室で実施する講義とっていうので、ちょっと分けてやっていきますが、一般知識処方例特訓講座の方は。 まあ、ズームライブ配信がありますのでそのズームライブ配信を直接見ていけば教室にいる人と同じ状態で受けられますさらに <laughs>「記述60問解きまくり講座」これもズームライブ配信ができます。ですのであのズームライブ配信の対象が11期生の時よりも広がっている。ね 記述の講座も Zoom ライブ配信で受けられるし一般知識処方例特訓講座演習編まで Zoom ライブ配信結構ギリギリまで Zoom ライブ配信が続くっていうのはやはり特に自宅で勉強するのが中心な通信クラスの方とかねにとってのそのモチベーションの維持っていう意味ではとても重要かなそして通学クラスの方もハイブリッドで利用できるっていう意味でも これまたとても重要な機会かなということではあるんですねまあ、その他文章理解特訓講座あります文章理解の解き方ですねテクニックそれいうものを余すことなくきちっとお伝えする講座ですさらには民法の60問卓一の解きまくり講座これも今年もついています まあ回答力強化講座の方はややですねレベルの高い問題をじっくりやっていくって感じですがこの60問解きまくりの卓一の方は標準的な問題で全体をもう1回確認しようっていうようなものなんですねこのプレミアム合格塾はですね回答力強化講座もそうなんですが1つの科目がずっと集中的に続くのではなく例えば民法の早速物件の内容を解答力強化でやったらその後に憲法が来て で憲法の話をやったらその後行政法が来てまた民法が来てとかっていう感じでその各科目が何回も何回も分断されながらあ回転してくるということになりますしかも1回やったものを今度は過去問でチェックしさらに今度は記述の問題でチェックしとかねでさらには60問解きまくりでチェックしとかっていう形で同じ科目を何度も何度も勉強するもしくは伏線化といって 同時に複数の科目の学習をするそういったことが可能になるカリキュラムだと思っていただくといいです。そしてですねこのプレミアム合格塾やはり面倒見がすごいというふうに書いてありましたが、まあ、こちらも,ねもうねも恒例になっておりますけれども「z o o m ォローゼミ」ていうのが全15回ついてきます。 でですので、えー、これ一番最初が年内12月の23日からねスタートするんですけれども「z o o m f o l l o ゼミ」と言われるもの,、まあ、あのいろいろなその時々の論点を取り上げながらですね、まあ、特にうん民法行政法中心になりますがその時教室講義でやっている内容を 反映させてそこでやったことちゃんと分かってるかなっていうことの確認をしていくっていうようなゼミですゼミミでですすから当てまあ当てられて嫌だっていうならまあまあ一応ねこれは利用ガイドを見ていただくとお当てないでねっていう意思表示をすることはできますのでまあ、あのー、そうしといていただければいいんだけどできればやっぱりこれゼミは当てられてなんぼだからね。ででなんで 顔は全部カメラオフにしといてもらって出さないようになってますし名前も出しませんあくまでもその会員番号の数字のところだけ出しといてくれみたいな話とかもしくはニックネームでいいよって話にしていますのでまあ誰どこの誰だかはわからないようには一応なってますねなので、えー、安心してこのゼミでどんどん当てられて大いに 大いに汗をかいて、え、そして大いに恥もかいてということをぜひやっていただきたい。これはやはりそうやってね、聞かれて答えるっていうところの。頭の使い方がしっかりできるようになってくると、これ記述対策にとても役に立ちますね。それから、非常にテンパった状態で。答えなきゃいけないっていうのは、これは。本試験での。 緊張状態で知識を絞り出すというところの疑似体験にもなるんですもういろんな意味で非常にこれは良い経験ができるものが全15回ゼミという形でついてきますだいたい日曜日の夕方かな、あのー、月に2回ぐらいのペースでずっと続くっていうイメージだと思ってください。 まあこれもちろん収録したものも見れますのでまあその場で参加できない時間帯合わなければ後で収録したものを見ながらね1人ゼミみたいな感じでやっていくってことはもちろん可能なんですけれどまあできるだけリアルタイムで受けていただいた方が効果は高いです。それからですね あのズーム個別面談これは最大3回までですけれどもだいたい3月ぐらいと6月7月ぐらいとそれから10月ぐらいっていうので3回に分けてこうズーム個別面談を行いますもちろんこれは希望者予約制ということになりますお一人20分のズームでの個別面談ですですからその時々確認しておきたいこと学習の方針など 困りごとなどですねいろいろ相談していただければなというのがこれが個別相談と言われるものだと思ってくださいでズームフォローゼミ15回なんだけどもそれ終わった後にですね最後にこんなのもあります直前ズームゼミっていうのがあります直前ズームゼミのところでもまああの実際に11期生の時なんかだとね まあだいいたこうざっくりテーマ決めてそれについてどん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 ん聞いてってまあ答えてもらうっていうのはまあフォローゼミもズームゼミもあんまり変わらないっちゃ変わらないんですけれどもまあそれプラスですねそれプラスうん今回は直前、ズームゼミのところで11期生で結構多くの方からいただいてたのはチャット欄に質問を書いてもらって逆にそれに私が答えてあげる。ってだからもう 質問を直接その場でするみたいな仕組みこれれも取り入れていますこちらから聞くだけじゃなくて聞いて答えてもらうだけじゃなくて皆さんの方から聞いてもらって私が答えるっていうような、まあ、双方向でねやり取りができるのもこれ直前ズームゼミのいいところかなこれカリキュラム見ていただくと分かるけど本当本試験のギリギリ1週間前ぐらいまで日程入れてありますので。 やはり最後の最後まで、ね、だんだん事業がこうなくなっていって,っていうような状態で、まあ、あの今年も、ねえー、このプレミアム以外に合計56点アップ道場っていうような総まとめ講座ももちろんやりますけれども、まあ、それはどうしたってウェブ配信のみになっちゃいますしそうするとなんとなく孤独な感じになってしまうっていうのはあると思いますから直前、ズームゼミでなんとか。 直接やり取り取をしてですねまたそこに参加している多くの受講生の方と、まあ、直接やり取りはしないまでもその人たちが答えるのを聞いて刺激を受けたりとか、ね、そういったもしくはあ自分と同じようにわからないんだななんてことを知ったりとかそういったような貴重な機会になるんじゃないかな。であのもちろんこれ「z o o m ミは通信生通学生関係なく全員ね 12期生であれば全員参加できますので、まあ、いろんな方言が飛び交うなんていうような状態にはなりますね、まあ、毎回大体50人ぐらいは参加してる50人弱かな参加はしてくれてますリアルタイムで、まあ、もちろん申し込み人数もっと圧倒的に多いので、あのー、本当に一部の方しか参加してないっていうイメージではあるんですけれどだけどまあリアルタイムでそこ時間参加できる人がそのぐらいっていう感じかなだからバン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 当ててきます。 もう直前期ズームゼミになるとものすごい勢いで次から次へと当てていくのでもうそれついていくのが大変みたいな感じになるような感想もね時々いただきますけれどでもそれがすごくいい勉強になっている。 うん、自分で授業を聞いて1人で悶々と勉強するだけじゃないんだぞっていうところはやはりこのプレミアム合格塾の大きな特色だと思ってください。いろんな形でやはり皆さんを、ね、サポートしていくっていうカリキュラムになっているんだということなんですね。まあ、あの今特徴とししてて挙げてましたが はい、通信、通学、ハイブリッドでしっかりサポートするというようなもの、まあ、特に通信制多いので通信制も孤独を感じないようにそして刺激を時々受けながらこのプレミアム合格塾のカリキュラムを消化していけるようにというそういった工夫が入っているんだと思っていただくといいです。それからインンププッットトトとアウトプットのバランスは大事です最初にに言ったように 受験経験者だからアウトプットだけやってればいいなんていうのは大きな勘違いですからインプットもしっかりやらなければいけないで今年の場合はねやはり行政処置法や戸籍法住民基本台帳法というのはゼロからこれはインプットをやり直しってことになるわけで、まあ、その辺りももちろんきちっとサポートしていくということではありますね。まあ、その辺はポイント3で一般知識処方例 そして商法会社法もしっかりサポートするよ。っていうのもそういう意味合いだと思ってください。まあ、商法会社法だって最低限やるべきところはしっかり勉強してまあ、5問中。2問もしくは3問正解できるような力はつけていかなければいけません。全くゼロっていうわけにはいかないですよ。なので、まあ、その辺の正解数をしっかり取れるような。そんなね。 講義内容になっってていいいいるとと思っていただくといいです、まあ、もちろん最終的には模擬試験、えー、これは初めて受ける人もそれからそうでない人も一緒なんですが全日本行政書士公開模試が2回ファイナル模試というのが1回ですねコースの中に入ってきます。まあ、あの模擬試験 これは業界でも受験者数圧倒的に多いです。圧倒的に多いです。まあ次に多い予備校さんの多分もう3倍弱ぐらいはいるんじゃないかなっていうぐらい多いです。圧倒的に多い受験者数なので客観的なデータが出てくるというのもこれはレックの公開模試の大きな強みだというふうに捉えてください。 まあ解説講義なども含めですねこの横溝プレミアム合格塾頭から終わりまで全部私の講義ってことになりますのでぜひまあ最初、ちょっと相性なども見極めながらということにはなるとは思いますがリベンジを果たしたいという方万全の体制で2024年度試験の合格を今度こそ勝ち取りたいと思っているあなたぜひこの面倒見の良いですね 横溝プレミアム合格塾12期生です、ね、に参加しませんかとそこで合格しませんかというそんなお話を今日はしてきました。ぜひ ご検討いただいて横溝プレミアム合格塾12期生にね参加することを決断してもらえたらとても嬉しいなと思います私も一生懸命、えー、サポートしてまいりますのでぜひ、えー、ご参加をお待ちしておりますでは今回ですねこちら面倒見が良い、えー、すごい横溝プレミアム合格塾12期生のご紹介そんなお話をさせていただきました最後までご覧いただきましてありがとうございました